け進化し、どんなに予防線を張っても時になすべもなく自然の猛威に飲まれて、焦り怯えた時、君はただ僕に笑顔をくれた。そこにただ一つの言葉もなく、社会は荒れ、また争いが起きてく。君だって辛いよね、でも悟られないように笑顔を見せた。そもそも生きるとは何か考えると頭痛がする。でも結局